ヤホスクリスです。はい、今回はね、こちらちょっとね、もう早速ね、動画始まってるんですけど、今回はね、ある生き物をお迎えしたんでね、それを紹介していこうと思います。はい、もう早速ね、開封していくんですけど、この中に入ってます。はい、中身はこちら。はい、今回はね、もう初めてね、爬虫類じゃない子を飼育するっていうことで、今ね、袋から出てきたんですけど、この子、なんていう子かわかりますかね？まあ多分ね、タイトルとかにもね、なっちゃってると思うんでね。もうわかってると思うんですけど、この子ね、リチャードソンジリスっていうね、ジリスをお迎えしました。はい、ちょっとね、リスはね、もともとね、めちゃくちゃ飼いたいなって2年ぐらい前から思っててね、その時に、爬虫類カフェでね、働いてる時に先輩にね、教えてもらって、もうその時からね、めちゃくちゃ可愛いと思って、買おう買おうと思って、今年ね、やっとお迎えすることができました。めちゃくちゃ可愛くないですか？じゃあちょっとここからね、環境の準備をしていこうと思います。はい、まあこんな感じでね、環境はもうね、ささっとやっていこうと思います。マットだったり水入れだったり回し車だったりを入れて、はい、こんな感じでね、もう床材敷いて、あとね、この子がなんか寝床みたいな感じになるようにね、なんか木のやつ入れたり、チモシー入れたりって感じで、この子をね、最後に入れていこうと思います。はい、まだね、この子はね、結構ビビリな子で、まあお店にいた時がね、多分お店来てから5日ぐらいの子だったんですけど、生後1ヶ月ぐらいの多分女の子みたいな感じの子ですね。はい。で、お店いる時はね、まあ慣れてはなかったですね、多分。人の手見るとね、絶対巣箱に走って逃げちゃうみたいな感じの子だったんで、まあこっからね、まだちっちゃいんでね、慣れてくれたらいいなーって感じですね。はい、こんな感じで、ちょっと眠そうですね。はい、ちょっとだけね、体重測定もして出てきてもらったんですけど、はい、こんな感じでね、めちゃくちゃ可愛くないですか？まだちょっと幼さがあるけど。大人になってもね、まあ、そこそこ大きいくらいなんで、そんなにね、めちゃくちゃ大きい子ではないんでね、まあ、ケージはね、今ね、これパンテオンの60センチのやつ使ってるんですけど、まあ大きくなってね、結構活発になったら90センチにしようかなって感じですね。はい。まあ、やっぱ最初はね、結構、まだ、環境にも慣れてないっていうこともあってね、この音声もね、別撮りでね、今撮ってて、この時はもうね、やっぱカメラとかもね、ちょっとごついんで、iPhone でね、撮影してたんですけど、まあ、まだね、やっぱりビビリですね、正直。人来るとね、ちょっと逃げちゃう時もありますね。ね、まあこのね、撮ってるのがね、お迎え初日っていうのもあって、まあちょっとね、ストレスかからないようにすぐね、撮影やめちゃったんでね、次の日の動画とかはあるんですけど、まあ結構ね、まあ慣れてくれそうな素質はありそうな気がしますね。慣れてくれそうな気がする。はい、寝るときはね、こんな感じで、ちゃんとね、用意したなんか、なんて言うんだろう、まあ木のやつにタオル置いといたんですけど、そこでね、ちゃんと寝てくれてますね。まあ今この動画のね、音声撮ってる時は何日か経っちゃってるんで、もうね、ここでいつも寝てるっていうのがよくわかってるんですけど、なんとなくね、やっぱ他の飼育者さん見てる感じでもね、布とか結構ね、柔らかいもの好きそうだったんで、とりあえずね、置いといてみてって感じなんで、まあでもいい感じに使ってくれてますね。はい。寝るときもね、めちゃくちゃ可愛い。そして全くこっちを気にしてないですね。はい、こんな感じでね、さっきまで寝てたんですけど、夜ね、2、3時くらいになったらね、電気消してたのに動き始めてたんで、ちょっとね、電気つけてみたんですけど、なんか普通にね、動いてましたね。で、ご飯とかはね、一応ご飯は、お店であげてたものを入れてたんですけど、それね、もう初日からバクバクと食べてます。食欲はやっぱね、旺盛ですね。いや、めちゃくちゃ可愛いな。そう、このね、リチャードソンジリスっていう子はね、ジリスっていう種類なんでね、
なんか普通のリスとかをね、想像すると木の上登ったりする感じをね思うと思うんですけど、この子はね、地上で生活する子でね、まあ基本的にはもう下にいる子なんで、こんな感じでもうケージにね、床材敷いて、あとはね、運動をあんまりしない子もいるんで、結構肥満になっちゃう子がね多いんで、回し車を中にセットしてるっていう感じですね。まあちょっとね、なんかやっぱ60センチだと狭く見えるかなね。めちゃくちゃ動き回ってるけど、いやーでもこの子ねめちゃくちゃ可愛いなと思ったんですよね。やっぱベビーからね爬虫類飼育しててもね育てたいって言ってると思うんですけど、やっぱりね小動物もちっちゃい頃からね育ててみたいなって感じだったんで、ベビーをね探してて、やっぱ1年の間でもね5月6月ぐらいが一番入ってくることが多い時期、ベビーがなんで、アメリカからね入ってくるんですけど、そういう時期なんでね、ちょっと、入荷をねいつもまあ待機してたんですけど、今回はね、そこそこまあ近めな場所でね、お迎えすることができたんでね、よかったです。めちゃくちゃ毛づくろいしてんのかなんだかわかんないけど動き回ってますね。まあこの環境がまだ慣れてないのかもしれない。床材にはね一応この子がね、お店で使ってたやつ、さっきねお迎えした時のなんていうのケースにちょっとね入れてもらったんですけど、それもね混ぜてるんで、まあ、そんなにね、雑菌環境って感じではないかな。まあ、ただお店にいた時は巣箱があった感じなんで、巣箱の中にずっと隠れちゃってたんでね、回し車とかはなくて、あんまり運動してるかは分かんなかったけど、まあ、ほとんど隠れてる子でしたね。はい、でこんな感じでね夜にね普通にご飯食べてましたね。まあなんか調べた感じ、朝と夜にご飯最初の方はあげる、まあ、最初の方はっていうかいつもかな、あげる子が多いって聞いてたんで、聞いたりね調べたりしてたんで、今もね朝と夜にご飯ねちょっとずつあげてるんですけど、うん、めちゃくちゃ食べますね。やっぱねリスといってもね地上で動いてる子だから、ちょっとネズミっぽく感じるかな、なんか見た目はね、けどモフモフしてるし、なんか色がやっぱね茶色ってなるとリスっぽいですね。うん、こんな感じでねペレットジリスフードっていうね、リチャードソンジリスだったりプレーリードッグだったり、そうそういう子たちに使えるご飯を今あげてるって感じですね。あとは右側にあるチモシー牧草をね置いといてます。めっちゃ一生懸命食べてますね。こんなね生後1ヶ月でだいたい離乳するって聞いてたり調べたんで、もう多分離乳してからそんなにね経ってない気もするんですけどね、よく食べてくれますね。で一応なんかね乳酸菌他でねあげるやつとかもあったりするんで、タブレットでなんでねそっちもあげたりしてるんですけど、基本的にね主食になるのは多分このチモシーと、ペレットジリスフードをあげてくって感じですね。いやこの子がね慣れてくれたらいいな。まあ慣れてくれなくてもねご飯はね結構いい感じにね今も食べてくれてるんですけど、まあ、やっぱりねせっかく飼育するなら慣れてほしいですね。いやめちゃくちゃ可愛いな。はい、今回はねこんな感じでリチャードソンジースをお迎えしたよっていう報告の動画でした。初めてのね爬虫類以外の飼育ですけど頑張っていこうと思います。もしよかったらね、ぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃ、バイバイ。